百鬼丸は慣れない音のために手傷を負い、ミオという少女の世話になる。ミオは戦で行き場をなくした子供たちと暮らしを立てていた。だが百鬼丸が鬼神との戦いに出かけたその夜。あんなのってねえよ。なんだ？兄貴どうしたんだよ。坊やかい？ちょうどよかった。手を貸しておく。兄貴、大丈夫か？兄貴の足が。やっぱり手負いじゃ無理があったのさ。鬼神に取られちまった。兄貴、いてんのか？今の声。ああ、足は取られたが声は取り戻したらしい。兄貴の声。パレーズオーバー。それでも踊りたかった。眠れないから情熱の日はいつしかいつの日にか鼻から気づいている炎はいつか消える。で何もいらないはずだったなのにまだ I'm so森小唄の巻下。ミオネ、おかえり。ただいま。どうしたんだよ、怪我してるじゃねえか。大したことないよ、ちょっと転んじゃって。大丈夫か？早く休まねえと。やっぱり両方の陣で働くなんて無理なんだって。今まで通り。それは。ああ、それがさ。百鬼丸！何があったの？命には別状ないよ。まあ、戦うには早すぎたのさ。ミオネ、人のことはいいから早く寝ろって。でも私の方が慣れてるから。あんたはみんなの食事をね。だよ急に。兄貴のそばについてなくていいのか？うん、まあミオ姉がいれば安心だけどな。まったく、ミオ姉の世話好きにも困ったもんだよ。一晩中働いて疲れてるってのに。タケ、お前姉ちゃんが働いてるとこ見たことあるのか？俺はいつも留守番だ。チビたちだけ残しとけねえからな。そうか。しょうがねえよ。今はミオ姉の稼ぎがなきゃみんな飢え死にするしかねえんだ。別に責めちゃいねえよ。俺たちさ、約束してんだよ。俺たちの田んぼを持つって。田んぼ？ああ、夏は一面だーっと青くて、秋には黄金色になる田んぼだ。黄金色だぞ。それで米が食い切れねえほど取れるんだ。俺たちは
戦で丸焼けか日照りでカラカラの田んぼしか見たことねえけど、ミオ姉が子供の頃はそうだったって。いつか私たちの田んぼを持とうね。青くて黄金色で私たちだけの。もう少しすりゃ俺も働きに行けるし、そしたらミオ姉に楽させてやるよ。おーい、タケちゃん。おー、今行く。大丈夫、戦でたくさんなくした分戦から取り戻すだけ。ここらで一雨来てもらわにゃ。まあ毎年必ず恵みの雨はあるからな。あ、ほれ少し雲が出てきとるが。お願いです父上、私を堺討伐の援軍にお加えください。あのような小国すぐに攻め落としてみせましょう。戦を侮るな。そのような気構えではまだまだ初陣は早い。鍛錬に励め。父上。多宝丸。母上、母上、私を戦に出していただけるよう母上からも父上にお口添えください。父上がならぬとおっしゃったのでしょう。ならば私が言おうと同じことです。父上は分かっておられぬのです。出陣さえお許しいただければきっと母上にお喜びいただけるような武勲をあげてみせます。武勲など。私の武勲などいりませぬか。そうではありませぬ。いえ、母上はいつもそうです。狩りでどれほどの獲物を仕留めようと武術の腕を上げようと母上はお喜びにならない。私はただ戦にまつわるものは好まぬのです。好まぬのは戦ではなく私でしょう。何をそのような。多宝丸、我が子を厭う母がどこにおりましょうや。兵庫、陸奥、早掛けじゃ。馬を引け。はっ。若、言いたいことは分かっておる。少し子供じみていたな。少し。お方様はお優しい。若にはいつも、いつも。一度言えば分かる。はっ。母上が私に冷たかったことなどない。しかし。若、若、危のうございます。怪我をされては。兵庫、陸奥、若を。母上、見てください。母上、降りてください。若を。若、若、何をされているのです。聞こえているのですか。母上には何よりも強く思いを寄せるものがある。決して口には出されぬが何かを隠しておられる。いや、母上だけではない、父上も。私どもは国ごと小さな礎一つの上に乗っていることをお忘れなきようにと。一体お二人には何が。悔しいのはわかるけど、無茶をして死んでしまったら元も子もない。私もね、少し焦って無理しちゃって。バカだね、稼ぐのは簡単じゃないってわかってたのに。ダメダメ、二度と侍なんかのために泣かないって決めたんだから。泣いたら負け。百鬼丸もね、無理して死んじゃったら負けよ。それより声が出るようになったんでしょ。すごいじゃない。ちょっと喋ってみて。うるさいってこと？自分の声が？そんな
軍になれるわよ。ドロロが言ってたよ。今のままじゃ穴蔵にこもった獣みたいだって。そうだ、歌は百鬼丸好きでしょ。赤い花摘んで、私ね、泣きそうになったら歌うの。泣く代わりにね。赤い花摘んで、あの人にあげよう、あの人の髪にこの花さして。行くのかい？ああ、あの姉さんの言う通り、焦らず行くよ。鬼神のいる道を迂回すりゃいいことさ。どうせ急ぐ旅じゃない。ただいくら百鬼丸にそれを解いたって無駄だろうね。どうして？赤ん坊がおもちゃを取られたら怒って取り返すだろう。それと同じなのさ。その上、取られたもんが自分の体とあっちゃね。あの歌を聴いているときは静まるようだが。静まるって？百鬼丸が赤ん坊の時から持ってる鬼神の炎さ。体を奪われた時の残り火みたいなもんかもしれないがね。穴蔵から出てきたもんが鬼だったってことにならねえようにしなよ。じゃあな。白い花。あ、そんなに見られると。百鬼丸って人の魂が見えるんでしょ。魂の色が。私のはあんまり見ないで。きっとすごく汚れてる。すごく不思議。この手は嫌じゃない。殿からの叱責じゃ。では兵糧は？それは送るとある。援軍もな。だがそれを待っていては恥じゃ。動くぞ。奇襲を仕掛ける。決して悟られるな。堺の患者にはよくよく用心するよう申し伝えよう。はっ。あ、仕事かい？そっか、あんた私の仕事。おいらわざと覗いたわけじゃ。いいの、私は恥ずかしいとは思ってないから。生きていくためだもの。でもあんたが近寄りたくないのもわかる。汚れ仕事だものね。それにしてもあんたくらいの年でよく私の仕事がわかったね。おいらおっかちゃんとずっと旅してて、いろいろ。その時どんなに腹が減ってもおっかちゃんが絶対やらなかった仕事だから。そう、偉いおっかちゃんね。だけどそうやっておっかちゃんは死んじまった。おっかちゃんは偉いけど、生きてる姉ちゃんも同じくらい偉いよ。偉い。戦でなくしたもん、戦から取り返してやるんだな。どんどんぶんどってやれ。田んぼも畑もぜんぶ。うん、ありがとね。兄貴、飯。さあどんどん食べて精つけなよ。片足取られたぐらいなんだよ。声取り戻したんだから黙ってねえで喋んなよ。ほらほら、食べなきゃ出る声も出ねえからな。水水。悪い悪い。なあ兄貴、鬼神なんかに負けねえよな。兄貴が鬼神なんかになるわけねえよな。兄貴、そんなことよりどんどん食べてくれや。あ、
私は仕事行ってくるけど、百鬼丸を行かせちゃダメよ。まだ戦いなんて無理だから。分かってるって。すげえな、手に仕込んであるのか。でも俺たちだっていいもん持ってるぜ。戦場で集めたんだ。ほら、これなんていいだろう。めくるぞ。助かって。ミオ姉、大変だ。百鬼丸が鬼神退治に行っちまった。え、ドロロが追いかけていった。オイラに黙っていくなんてひでえよ。姉ちゃんも心配してるぞ。まあ足が戻ってよかったな。どうした兄貴。あ、ヘラが。残党がいないか確かめろ。なんだよこれ。こういうことだよ。なんだお前、こいつらの仲間か。この女は先般、我が陣にいかがわしい商売をしに来たが、昨夜堺の陣に入るのが目撃された。密偵の疑いありとして早急に処分されたのじゃ。姉ちゃん、タケ話せバカ野郎。お前らなんで、なんでその取り乱しよう。やはり仲間か。なんだお前。こいつの手。姉ちゃん、姉ちゃん、姉ちゃん、しっかり。タケ。かいはすんで。姉ちゃん。姉ちゃんの人。切れ切れ。
穴蔵から出てきたもんが鬼だったってことにならねえようにしなよ。助けてくれ、頼む、助けて。やめろ兄貴、やめてくれ。ダメだ、鬼になっちゃダメだ。頼むよ兄貴。兄貴、姉ちゃんが持ってたんだ。種もみだ。ちゃんと侍から取り戻したんだよ。田んぼを作るために。姉ちゃんは負けてねえ。兄貴も負けないでくれよ。頼むよ。ほら、赤い花の人にあげよう。あの人の髪にこの花さしてあげよう。風に散らばり吹き溜まって影になる僕らの足音は無情を饒舌に諭す。君の瞳の深さを覗き見てうろたえる。望みなどあったでしょうか。この行く先にはおどけて笑うのはこの道暗いから明かりを灯すのに僕がいるでしょう。未来、未来、君のせいなんだ。